はい。山口敏太郎のアトラスラジオの時間がやってまいりました。まあ、アトラスラジオといってもですね、これは動画でお送りしているので、まあ、ゲリラライブシリーズの、えー、久々の復活ということですね。で、おはがきをたくさんいただいてるんですけども、なかなか消化しきれないぐらいいただいてます。で、大変ありがたいことなので、まあ、昼間にですね、まあ、短いアトラスラジオのショートバージョンみたいな感じでやりたいなと。 まあだからこのシリーズは何ていう名前にしましょうかね。まあ、アトラス、ミニアトラスにしましょうか。ミニアトラスラジオっていうシリーズを今回から始めたいと思います。で、これ基本的に、まあ、おはがき紹介のコーナーだと思っていただいて構わないと思いますね。はい。えーと、まずこれ、まあ今日はですね、まあテーマがないといけないと思いますので、アトラスニュースの方に寄せられたいくつかのご投稿、 も紹介していいいきたいと思います、まあ、今回は自衛隊の怖い話ということでまあ皆さん自衛隊の怖い話とかねあの非常に好きな人多いんですけど、えー、これいきましょうか。これは本来駐屯地名を公表できない内容なので他で話す場合にはごまかしてください。場所はまる駐屯地横のまる坂という坂を登りきった。 ところの左側の門の修営所の話です。この修営所は、夕方から翌朝まで、えー、開く門の修営なのですが、僕が部隊配属になって、初めての勤務の時に、当時の修営所に入ろうとすると、強烈な圧迫感があり、中にいた助下に、ここは何か心霊的なことは、 ありますかと聞いた途端上官が顔色を変えてお前それがわかるのかと腕をつかまれて奥の休憩所に連れて行かれましたその休憩所も強烈な威圧感の空気が渦巻いている空間でした主演は基本的に 二人一組で行われるもので休憩も二人同時です。奥の休憩室のベッドで2時間の仮眠をしているともう一人のうめくようなうーんうーんという声が聞こえてきてすぐに変だと起こしたら誰かが顔の上に乗ってきたと話すんです。 そのの時は悲しまりのようになっって抵抗でできななかったそうですなるほどねこういうことがあったと勤務が終わって舞台に帰ってからいろんな人に聞いてもほとんどの人が何らかの体験をしていたとそんな場所だったのですなるほどねまあ上官も知ってたし同僚たちも知っていた、まあ、そこで守衛の勤務にあたると まあ何か不可解な事件というか不可解な現象に巻き込まれてしまうと。まあちょっとね、何なんでしょうかね。自殺、まあ自衛官自殺する人が多いですからね。何らかの無念の死を遂げた人が、ね、こう、守衛に立つ自衛官にアプローチをしてきてるんでしょうかね。 はい。またこんなハはがきもいただいております。えー、またまたメールさせていただきます。レンです。なレンさんね、これ。両妖怪に左手を掴まれたっていうおはがきを以前紹介したことあるんですけども。今回はビンタロウ先生にぜひ調べてほしいことがあり、メールさせていただきました。私は以前、陸上自衛隊に所属していたのですが、 ある県のとある演習場にて、温年桜という桜の木がありました。まあ今もあるみたいですね、これね。私は何度か演習場で行ったことがあるんですけども、温年桜を見たことはあるのですか なぜその桜が怨念桜と呼ばれているのか理由はわかりません。夜の演習で上官がお前らこの先右側を絶対見るなよと言うのです。私は何のことだかさっぱりわからずどうしてですかと上官に聞きました。すると上官は もう少し進んだら右側に怨念桜がある。ああ、怨念桜の話をするだけで鳥肌が立ってきた。お前ら、絶対に右を見るなよ。と言われました。まあそんなことを言われますと私は逆に興味を持ちまして、その怨念桜を鹿と見たのですが、なんせ夜の演習なもので、 真っ暗ででよくわかりませんでした明るい時に見たこともあるのですがうる覚えで誰か大きな桜の木で怨念桜と呼ばれているこの木のことを知る人はいませんかと。なるほどね。なんかこの返ってきたメールの情報によるとですねその怨念桜の周りを木が覆っていてまるで 怨念桜を隠しているかのように茂ってるみたいなんですね。うん、何人かの上官に怨念桜について聞いてみましたが、皆言葉を濁すというか、喋りたくないみたいな上官もいれば、理由は知らないって調べくれる方もいたみたいですね。 まあ本当に知らない人もいるかもしれませんが、何か因縁話があることを知っている人もいるらしいと。怨念桜について、陸上自衛隊内部ではある種のタブーとなっているようです。まあこれちょっと場所も言っときましょうかね。岡山県ですね。岡山県の演習所にある怨念桜。林太郎先生、お願いします。この温念桜の 謎を解いてもらえないでしょうかこれ自衛隊員の現役の方、OB の方、岡山県の演習所にあるこの怨念桜についてですね、何か情報がお持ちでしたら、まあ、このアトラスラジオまでメールをください。あのね、TOKUSHIMA5566 アット、ah、マークヤフー c o j p 徳島5566アット、ah、マークヤフー c o j p までお願いします。まあ、桜というのはですね、 まあ、花は桜木男は磐木、まあ、水島真嗣ファンのドカベンを読んでいたおっさん以外は分かりませんけども非常に武士が好んだ木なんですねパッと散って潔いということでまあ昔から好まれたあの木ではあるんですがあの梶井本次郎がですね桜の根元には死体が埋まっているみたいなことを書きましたからねある意味死体の養分を吸って その死体の養分が綺麗な花になるという考え方もあると言われてますね。果たして怨念桜。ね。何かこう気持ちの悪い言われがあるんでしょうかね。これはちょっと今後もいろんな情報を集めていきたいと思います。まあ、桜の季節ということでこのお手紙を読んだんですが、ね、すっかりまあ日本中、ね、こういう謹慎ムードみたいな感じになってしまってですね、家に引き込んでいる状態ですが、 ねまあ、みんなで集まって花見ができる日本が早く戻ってくればいいかなと思っております。えー、ありがとうございます、えー。皆さん、面白かったら高評価お願いします。また、コメント欄もお願いします。ミニアトラスラジオ。このシリーズはですね、おはがきを中心に、10分ぐらいの小ネタを中心にあの特集していきますので、今後ともぜひ皆さん、お読みいただける、お読みというか、視聴いただければ幸いです。 オカルトはエンターテイメントだ。知的なエンターテイメントこそがオカルティズムだ。皆さん、作家の山口敏太郎でした。それでは次回のミニアトラスラジオの時間にお会いしましょう。